って本当に非常にタフな試合だったと思うんですけど、本当にここまでやってきた十分ゴールデンキングスの皆さんには本当に拍手をございますということで、本当に素晴らしい試合を見せてくれました。本当に夢のようです。この
舞台、そしてこの景色を見させていただいた、カエルコーチで、コーチングスタッフ、フロントスタッフ、最高のチームメイト、今日この最高のライバルチームと戦えたこの瞬間、本当に最高です。ありがとうございます。このゲーム3もなかなか点差が開かない、本当に接戦でした。どういう風にご覧になってましたか？いや、もう本当に、第3戦、そしてファイナルの舞台にふさわしい、まあ、そういった試合展開だったと思います。その中でどっちに来るか分からない、その中で本当に自分たちは我慢して、最後まで本当にこの勝利をみんなが信じて勝ち取った、そんな勝利だと思います。朝や朝に本当に一つのプレーに拍手を送って、いいプレーでタイムアウトになった時は選手を本当にコートの半分ぐらいまで出迎えに行っていました。どんなことを考えてチームに貢献しようと思ったんでしょうか？いや、もう本当にコートにはね、このファイナルの舞台で立つことはなかったんですけど、みんなと一緒のように戦った、そのことだけはもう本当に、自分自身も、胸を張って言えることなので、もうただただ、自分自身ができること、本当にそこに、自分のことをもう考えてですね、とにかくチームの勝利に貢献できるように、まあ、そんな風に、考えてました。できた初期からチームでプレーをしてこられました。 B リーグに参入した時は最初は B2 からのスタートでした。日本一まで駆け上がりました。クラブの成長はどういう風にご覧になってましたか？いや、もう本当に今日来てくださっている中にもですね、 B2 時代の、ね、立ち上がった当初の本当に苦しい時期を、支えてくださった方もたくさんいると思います。まあ、本当にそういったこのクラブに携わった全ての人たちのそういった思いだとか、いろんなものがつながって今日のこの場があるんだと思ってます。本当に、感謝しかありません。ありがとうございます。では改めて最後に一旦優勝の報告をお願いします。はい、広島は本当に最高のチームです。僕自身もこんな終わり方ないと思ってます。最後の最後までバスケットができたこと嬉しく思ってますし、皆さんの声援が本当に最高の力となりました。ありがとうございました。司令塔、中村拓人選手です。